はい、どうぞ、こんにちは。TI からのプライズと申します。さあ、今回の動画なんですけども、ちょっとヤバめです。っていうのもですね、Apex では直近の3月末に内容が開示されていないバグの修正アップデートが到来したんですけども、ここではバグの修正はおろか、なんと7個以上にわたる重大なバグが追加されてしまいまして、これ多くの批判を浴びているわけですね。また今回ですね、マイナーチェンジとして到来したとあるキーバインドの変更アップデートによって炎上する事態にまで発展してしまっているわけですね。で、今回はこのとても理解に苦しむ謎のアップデートの海外や国内の反応、そして詳細を詳しくお届けしていこうと思います。それでは今回の動画、タイトルといたしましては、謎の調整で全世界が反発、一体何が起きたのかということで、じゃあ今回の騒動とその詳しい内容を今回話していこうと思います。ではまず一つ目、今回の騒動ですね。今回このバグを大量に追加した謎のアップデートがこれ3月末に到来したというふうに話したんですけども、このタイミングにおいてとある部分の調整が到来しまして、これが物議を醸しているわけですね。で、海外で実際にこの掲示板においてとある投稿がされまして、これがですね、現在投稿16時間目で約6000件近い拡散がされているわけですね。そのタイトルがこちら、なぜ開発者は外すボタンと移動ボタンを変更したのでしょうか、そのせいで私たちは混乱しているというふうなタイトルで投稿がされたんですね。で、これに対しては非常に多くの反応がこちら上がっておりまして、例えばユーザー1人目、シーズン中盤の定期的なアップデートが本当に痛みを伴っているといったかなり痛烈なコメントだったりとか、ユーザー2人目、同じことを言ってる人に会うまでは本当に自分がおかしくなっているのではないかと思ってしまいました、この調整のおかげで私はひどい目に遭っていますといった意見、そしてユーザー3人目、サイトを捨ててばかりで本当に面倒くさい、そしてユーザー4人目、リスポーンは本当に Apex をやったことがあるのか、こういった様々な声が寄せられていたんですけども、だいたい総じて 99% は批判のコメントだったわけですね。で、これに関しては国内でも異論が噴出しておりまして、特に直近のアップデートは複数のバグが追加されたことも相まってユーザーの不満は頂点に達してるわけですね。で、今回はですね、この外すボタンと移動ボタンというですね、これまで Apex で約4年間全く変わっていなかったキーバインドが謎に変更されたという事態がですね、騒動の発端なわけなんですけども、もしこれに関して、まあ、これ実際にキーバインドが変わっていてめんどくさいとかね、まあ、そういった意見何かありましたらコメント欄にぜひともお願いします。で、次に実際の調整内容っていうのを今から紹介していきます。はい。で、実際にですね、訓練場の方来たんですけども、まずですね、今回このサイトの入れ替えボタンっていうのがこれ変更となったんですね。で、今ですね、これキーマウの場合なんですけども、これ左クリックでこれ変更、そして右クリックで外すという風なアップデートになったんですね。で、これ以前までは全く逆で、これ左クリックが外すで右クリックが移動だったわけですよ。で、これによってですね、例えばじゃあサイトを移動しなきゃってなった時にこんな感じで毎回捨ててしまうわけですね。で、これがめちゃくちゃめんどくさいんですよ。っていうのもですね、これ当然これ今回移動キーが変わったんですけども、これをじゃあ戻そうってなって同じキーをクリックしてしまうんですね。そのためこれサイトをですね、戻そうとした際にこれ完全にこれ捨ててしまうわけですよ、いちいち。こうした問題っていうのが起きてしまいまして、またこれパッドでも同様なんですね。で、こちらパッドの場合だと、これ以前まではバッツが外せ四角が移動だったんですよ。そのため、まあ、これ以前までと同様の感覚でやると、まあ、こんな感じでこれサイトを捨ててしまうわけですね。こうした問題が発生します。で、これですね、こんな感じでバツボタンで今回移動となったんですけども、これ正直慣れるまではめちゃくちゃめんどくさいんですね。しかもこれ今回このキーバインドを変更する意味っていうのが全くないわけですよ。こうした問題が発生してるわけですね。また今回ですね、もう一つよくわからないアップデートが来たんですけども、それがですね、このメインスロット入れ替えというボタンが追加されたんですね。で、これするとどうなるかって言いますと、これパッドの場合限定なんですけども、この武器がですね、今回入れ替えられるようになったんですね。で、これがですね、まあ、正直あんまし意味がないということで、今回ですね、この調整に関しても、まあ、疑問の声っていうのが上がっているわけですね。ただ今回のこの調整なんですけども、まあ、どうやらですね、パッチノートにはですね、何ら記載がない項目としてこれアップデートされていまして、そのためですね、この武器の入れ替えしかりですね、このサイトの入れ替えのこちらですね、もうこれ本当にめんどくさいんですけども、こうしたこのマイナーチェンジによってかなりこれ炎上してしまっているわけですね。
はい、まあこんな感じですね。今回のアップデートでめちゃくちゃめんどくさいマイナーチェンジが到来したんですけども、もしねこのマイナーチェンジに関して反対だって思ってる方いましたらね、ぜひとも高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。でこちらに関してはですね、パッチノートに記載されていないため、まだ一応バグという路線も若干は残されているわけですね。ただ現状ですね、運営の人から何のアナウンスもありませんので、今後ですねこちら修正されることを願っておりますっていう話でした。でこの後にですね、こちら最後 APEX の映像なんですけども、これですねルーさんとブヤさんとパーティーを組んだ映像を載っけてありますので、こちらもねぜひとも最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは本編の方どうぞ。ナイス。え、もう 5% やねんけどえぐ。来た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 、割った、ナイスあと3パってやばすぎやろこのゲーム。チャージライフル黒沢さん、ありません。バッテがほんまにない。やばいって、早終わりすぎやって。オリンパスのに早いっすねこれ。やばい ね、オリンパス熟知しとる。ハムスター、あ見つけた、マジでやるやん。ナイス。せっ、敵どこかな。めっちゃ遠い気がする。俺がパッシブ見てあげよう。あ、エステートだわ。エステートです、これ。行きましょう。OK。はい。エステ、遠すぎるな。もっと重水っぽいよ。レーバー、ピースキーパー。うん、あ、ここ。マシンだね。全員です。今終わったっすね。ね。この I って ID の人、確かクレーバー持ってる。OK。よく知ってるね。キルログずーっと見てるっす。あ、まだやって。あ、もうラストパーティーやん。ここをごちゃごちゃにして20分引き伸ばせない。やばい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 。やばそう、カバーしてあげよう。とりあえずそれに負けたらやばい。ついてくれ、削ってる。お前。ここ入った。どっからだいたい。あれ。とりあえずカバーできないわ。オッケー、じゃあ、あ、目の前2人いたな。じゃあ戻るわ。うん。はい。目の前。えい、うん、グレネードと前出ようぜ。これスモークある？ない、あと1秒。うん、クレバー。やったー。え、こいつじゃないぞ。アイじゃない。違う、また別パのクレバー。うわー、クレバーうまい。あ、燃えた。やばい、もう無理。医療キット欲しいかも。それどころじゃないかも。いや、頑張れマジで。お前ら強すぎだって。あ、また別パーかクレーバー。あ、こいつもクレーバー持ってるよ。クレーバーに2人ぐらいおらん。2人いる。クレーバー全然いいって巻いてる。うわー、2人いるやん。なんでここに全員で来んねん。これやば。無理やろこんなん。あ、それあー